とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はデイリークエストやっていきます。このアーティファクトセットでいくね。カバン2つのところを1つ、ハーベスターに変えてみました。まあ、これ、序盤若干俺使ったけども、あとはね、全く使ってなかったのよね。さあ、どうだろう。こんな感じ。まあ、魂、相当使うんだよね、これ。もう、速攻なくなったじゃん。でも、ここはね、魂4倍なのよ。これだったらば、まだ使っていけるんじゃないっすか？とりあえず行ってみよう。さてさて、どんな感じでしょうか。いきなり帯電やめて。おい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 、いきなりの帯電はやめろ。オッケーオッケー。おーおーおお、いいねいいね、いいダメージ。あ、ハーベスター強いぞ強いぞ。ただソウルはむちゃくちゃなくなる。一瞬でなくなるね。でも発動すれば、めちゃくちゃ強い。これはね、このソウルが大量に出る、デイリークエスト限定だね。確かに、強い。けども、普通のところじゃまずもって使っていけないやつ。これは。これ相当ソウルいるぞ。全然これでもね、4倍になっても、全然足りてないもん。じゃあ、面白いぐらい敵倒す。イエーイ。超高火力なビルドだね、これは。場所は限定されるんだけど。あ、オッケー。ちょっと矢を、無限増殖します。2000個ぐらいありゃいいでしょう。よし、ソウルが足りない。回収してしまえばね、大丈夫で。ここはちょっとね、ミニダンジョンみたいなのがあって、キャプテンが分かりづらいんだよな。まあいいや、もう全てのところに行っちゃおう。あお、ハーベスター舐めるな。来た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 。ソウルがもわってきた時が、むちゃくちゃな火力になる。うわ、なんかえぐいな、あそこ。よし。いや、もうむしろここあれだな。カバンカバンで行ってもいいのかもしんない。まあいいや。とりあえずこれで行こう。うわ、すっげえな、これ。なんじゃこれ。ひどいひどいひどい。これはひどいぞ。じゃあ、ハーベスター食らえ。さあ何が出る。モブの速度 60% アップ。まあまあそれだったら全然大丈夫だね。ああやばい、いけ、暗い、ハーベスターを。よし、どうだ。ナイトモード、最悪。ナイトモードかい。よし。もう嫌な感じやね。で、あと4体いるからね。他何がかがちょっと気になるところだけども。どうだ。おー、いたいたいた。あぶねえ。デスバーター。よかった。発動した。おぉ、なんだ、ん、あ、脅威が増加。オッケー。いや、スポナーの数、えぐいな。えぐい。なんか、10体ぐらい一気に固まってるとこあるもんね。やばい、死な、あぶねえ。あー、もう、一回はデスバーターでよかったけどさ。嫌になるね。よし、ここまで来た。
いや、きついって、もうもうなんなんこの数。そうかそうかそうかそうそうか、スポナーがいるから数多いんだ。でもスポナーちょっと壊そう。まずこれいるとどうもならんわ。しかもナイトモードでしょ、きつすぎるって。ほんとに、じゃあ、あーもう、よしよし、一回一回こう回収しつつ先に進んでいこう。よしよしよし、やばい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 、やばいよ。よしよっしゃ、うん、立ち回りが若干難しいね。ハーベスターが完全に切れちゃうとすごい火力ダウンになるから。あぶね、もうもうナイトモードだからこう気が休まる場所がないもん。わあ、なんこれ、こんなん戦わんよあんな場所絶対戦わんからね。ハーベスターの火力をなめるなよ。ああ、うわあ、わらわら出てくる。よし、きついって。うわあ、もうこれきつい。いや、いなかったな。2体しかいませんでした。一応全部見てきたんだけどね、いなかったな。まあいいか、多分この先でクリアです。いけ、えぐいやつがいなければ全然いける。はいはい、ソウル吸収していけるね。うわー、最後ちょっと待って、待て待て、もうこれ無理じゃない？あのクリーパーの数多分無理だよ。ちょっと待って、もう最後これでいこう。無理あのクリーパーの数無理だわ。しかも火傷ついてたしね。やべえ。オッケー、ソウル溜まった。突っ込みまーす。帯電いなければいけるもんね。どうだ？あー、いや、下手な動きしないとこ。ちょっと待って。クリアするときには、あれは装備しておきたい。待って待って、早く早く。ラグイラグイ。おっしゃ。村人たちは邪悪な村人から解放され、撃破報酬が出てきてくれるかな。ではまず最初の報酬がなんだ。おお、魂の棒か。いらねえな。ああ、撃破報酬はなしでしたね。はい、またユニーク装備増えてきたな。ちょっと古代狩り行かないと、うん、消費できませんね。ということで、デイリークエスト行きました。キャプテンがいない。うん、なんかここ数日キャプテンがいないことが多い気がします。うん、ちょっとまだ262の、めちゃくちゃ強い装備っていうのが入手できてないので、まあ、今後それをね、重点的に狙いながらやっていきたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。